で、まあちょっとね、まあ私の感覚で言うと、もう映画のね、ほら、笑いの大学ってありましたでしょ。もう、はい、教科書版笑いの大学みたいな感じでした。笑いの大学って、まあ、結構ねヒットした映画なのでご存知の方多いと思うんですけども、戦時中は非常にね言論の自由が制限されているわけですね。劇作家が、まあ、舞台の脚本を、ね、コメディの舞台の脚本を作るんですね。でそれが内務省の検閲官の検閲を受けて許可されなければ上演してはいけないんですね。でどんどん戦争がね、戦争が厳しくなっていくので、ね、そもそも笑い自体はけしからんみたいなね、その笑いなんか一つも通用しないようなもう膨れっ面のね、そういう人がまあ検閲官なわけですけども、劇作家がいろいろ面白いこと書いて持ってくんですけどもね、あそう三谷幸喜さんのね監督脚本家、はい。でね、そして持っていくとこれはダメだこれはダメだって言ってね、お国のためにというセリフをどっかに入れなさいって言われて、お国のためですかそんなもん入りませんよとか言ってね、まあところが次回に入れてくるわけですよ。でそれもお国のためにってこれもギャグになってるわけですよ。お国のためにお国のためにいつかお肉のために私はお肉のために戦いますみたいになっててギャグになってるわけですよね。そこで検閲官がバカ者とお国のためで笑い取れと誰が言ったんだとか言いながらでも面白いみたいな感じになってそのねいやそうしたらこの検閲官がいやこういう風にしたらもっと面白くなるんじゃないかとか言い始めちゃって2人でめちゃくちゃ面白い脚本を作っていくわけなんですね。で厳しい検閲を受けてどんどんいい脚本ができてくるというね。まあ、こういう流れの映画なんです。まあ、最後どんでん返しとかあるんですけども、はい、もうそんな感じだったんですね。だから、僕は書きたいものを書いた。でも、教科書調査官がバシバシ赤を入れて、なんだもう全然面白くないものになっちゃったかといったらそうではなく、毎年ね、新しいものを出すたびにどんどん良くなってますし、検定受ける前と後では、検定受けたものの方がより、いいものになっている。はい。ですからまあもう読み比べていただければわかります。1巻目、2巻目、3巻目、4巻目、それでこれ5巻目。で今回は6巻目と7巻目ですね。まあこれ読んでいただくともうどんどん良くなってる。はい。なのでこれね、私一人の力だとここまでは到達できませんよ。はい。まあね、まあ調査官からもういろいろ厳しく言われて、ね、それでですね、どんどんそれに答えていって、あ、これならいいですねっていう風になるまで。作り込んでいくわけですね。はい。で、まあどんどん良くなった。はい。なので、まあ調査官の方々にはね、いやーもうややこしいね、会社だったと思いますよ。もう何の常識もなくね、多分調査官もなんじゃこれはみたいなね、漫画とか教科書検定の歴史を初めてのことですからね。こっちもいろんなもんぶっ込んでいって、これダメですか？ダメですって、みたいな。もうね、手間のかかる、ね、出版社だったと思うんですけれども、で、まあ、時にね、まあ、これまでね、この各号、この巻末には文科省との壮絶なやりとりとか、全問答のような問答とかもありましてね、まあね、書いてありますから、まあこれまでずっと買ってくださった方はね、文科省とのやり取りはですね、ご存知だと思うんですけれども、まあ時には本当に激しくね、まあ向こうが声を荒げて何か怒鳴ってくるなんてことはないですよ。私もまあ丁寧に接しているつもりですけど、あまりに、いやおかしいだ、いや、おかしいですよといやねえって言ってこうじゃないですかとかいやおかしいでしょみたいにいやちょっと待ってくださいよみたいなね、こっちも結構いやそれないです、そんなもん通用しませんよとおかしいじゃないですかってもう私の方から食ってかかってね、もう一つのネタで1時間ぐらいね、面と向かって論争したこともあります。はい。ね。まあね、そんなね、こともありましたけれども、まあ、こちらも調査官、尊重し、調査官もこちらが書こうとしていることを尊重してくれてですね、まあなんとかこう、徐々にできてきた。で、まあ、私たちからすると調査官は、もう壁のように立ちはだかるわけですね。これもダメ、あれもダメ、これもダメ、あれもダメってくるわけですよ。そしてもうどんどんね、また新しいことやって突き進んでいこうとすると、また壁のように立ちふさがる。はい、これね、構造的にはね、こうなってんですね。最終的には審議会で決めるんですよ。合格不合格はね、審議会が決める。で、調査官っていうのは間にいるわけです。だから、出版社である私たちがいて、調査官がいて、審議会があるわけですよ。で、私たちは審議会の審議員とは、もう一切コンタクトは取れません。はい。私たちがコンタクト取れるのは調査官だけなんですね。で、調査官が壁のように立ちはだかるわけなんですよ。はい。でも、最後ね、審議会で、この教科書は大丈夫です。合格させて大丈夫ですって言って審議会にプレゼンするのは調査官なわけですよ。それで審議委員から、いや、これおかしいんじゃないですかって言われて、いや、ちゃんとこれ確認取ってますと。学説ではこうなっていて、こういうふうな学会動向になってるので、こういう言い方はできますとか言って、審議委員からいろいろおかしい、これどうですか、これ、なんかおかしくないですかって言われた時、いや、これは大丈夫です。これは、問題ありませんって言って、調査官が、私たちの側に立って、審議員を説得してくれるわけですよ。はい。だから、まあ、ちょっと今年はですね、まあ、初めてですね、調査官が、よし、これ合格でプッシュしようっていう風になってくれた。そういう潮目が変わるところを私は感じましたよ。はい。だから前回はやっぱり18箇所残っちゃったから、調査官が、すいません、この令和書籍ダメですと。18箇所。検定意見残ってます。ダメですって言って報告するわけですね。そうすると、あ、わかりました。じゃあ、ということで、不合格って決まっちゃって、これまでね、何回も、チャレンジしてきましたけども、調査官が私たちの側に立って、ね、審議員を説得にかかってくれたことっていうのは、これまでなかったわけなんですね。今回はそこまでいけたわけなんですよ。